ゲーミズ所属のハルキオです。今回はコーチング企画第4弾ということで、コーチング企画今週もやっていきたいと思います。今回の、動画提供者さんはシャルタンさんという方です。動画提供ありがとうございます。でプレイ歴が3年くらいということで、もう3年はやばいね俺でも3年やってないんじゃないか、やってるかなぐらいだよね。特に教えてほしいポイントが中盤の対面について直した方がいい癖など教えてくださいということで、了解しました。それではどうぞどうぞっていうか見ていきましょう。降りる場所ダーティーだね。俺の昔のことよりいいね。ダーティー強いからね。物資がめっちゃ強いんよね。しかも次第もうキー鉄連が全部集まるから強いんだけど、まあもう今シーズンもね終わるってことで、うん早かったね今シーズン。マジで今シーズンマジで頑張りたいんだよ。敵はいなさそうかな、音的に。いいね、しっかり周り見て確認するの。いやいたかな、今一瞬いたような気がする。やっぱいるね。キーボードの音がいいね。めっちゃいい音。うわスナイパー撃ってる。スナイパー買うやついなかったよな。高すぎてさ買えないっていう話よな。てか俺の動画自体で今シーズンのコーチングするの初めてなんじゃないか。まあもう今シーズンもね終わるってことで、さあここで敵が飛んでくる。さあついに対面。いい簡単。いいね P90 マジでこれが強い。この貫通ダメージがえぐいんよね。おおP90 で全土決定オッケー。俺が最初に怖かったのはここ張り替えた後にここ降りるんだよね。これがめっちゃ怖くて、なんで怖いかっていうと、これ自分の視点から敵見えないんですよね。でこっちにいるって分かってるんだけど、自分と重ねてて敵が見えない状況なんで、これはね敵に壁を壊される前提で一回壁リセットして壁を持ちながら降りる。で敵に張り替えをさせずに降りて編集して撃つみたいな。これだと撃とうとして敵に張り替えられて結構これ危ない状況なんですよね。上手い敵だったらこれ囲んできてるんで、ほらちょっと危なかったんですよねこれ。でもこの反射神経がこのすぐ横に飛び出る反応は良かったんですけど、これはね壁を持ちながら降りるとか、まあ、あとはここの木ここから真下に降りてライトハンドピークで張り替えに行くか、もう一回の方が良かったかなとは思うかな。このねこのタイプカウンターめっちゃ良かったね。ちゃんと待って一回ここで ねポンプもうちょっとリロードしたいね。一発だとねもし二発目撃つってなった時に、ね、終わっちゃうんだよね。もうちょっとねまあ三発ぐらいあったらいいかな。三発ぐらいまでポンプリロードできたらいいかもしんない。これ一発だからこれまたほらこれリロード、このタイミングでリロードが来て撃てなかったんで、しっかり3発ぐらいは入れておくイメージの方がいいかもしれない。でこのしっかり P90 の貫通をね入れるのはよかった、いいね。いいうまいうまい。これはいいピースコントロールしてる。まあ怖かったのはね最初の場面だけかな。ここで当てるのめっちゃ良くて、床屋で取ってこれだね。これがめっちゃ怖かったね。まあでもこれね多分この人からしたらね、この壁も取ってると多分思ってるんだよね。この床屋で取ってこのほら奥の壁多分取ってると思って降りたから、まあしょうがないっちゃしょうがないんだけど、ちょっとここだけ怖かったかな。けどこの後のビジネスコントロールめっちゃ72カットして
床に取って壁置いて、倒すのはめちゃめちゃ綺麗なキルだね。これめちゃめちゃうまい。さあ P20 の貫通ダメージをね。うまい。ちょっと一回止めると降りた時に貫通入れて、ここまでめっちゃいい。でここだね、逃げ道を用意しといた方がいいね。この場合だったら、まあ俺も毎回言ってない、左か右か上に、まあ床屋根か壁を置いといて自分の逃げ道を確保しておく。敵に屋根とか置かれた時に逃げれなくなった場合の自分の逃げ道を確保しておくとめちゃめちゃいいかもしれないですね。仮にこれが敵うまくて一瞬で屋根と壁を置いてきたりしたらちょっと積みなんで、この逃げ道を確保しておくとよりいいかもしれないですね。でこの後のこのピースコントロールめちゃめちゃいい。これうまくて窓開けもこれめちゃめちゃうまい。でこの後が怖かったね。ここ自分の地面に屋根を置きましょうって話で、なんで屋根置かないといけないかっていうと、これ階段で囲まれてワンパンされたら終わりなんですよね。敵に囲まれるのが結構不利になる状況が多いんで、まあ、囲まれる前にしっかり屋根を置いとくことで自分に階段をさせないんで攻めやすくもなるんですよね。めちゃめちゃ自分が敵が攻めづらいのもあるし、自分が攻めやすいっていうのもあるんですよね。屋根を置いとくことで、まあ入り込みしようってなった時に屋根編集して階段ブーストで入ることもできるし、敵が階段を差し込むこともできないし、もう自分の有利なことばっかなんで、自分の床に屋根を置きましょう。こういう場合は屋根を置いとくとめちゃめちゃ自分が有利に対面を進めることができますね。この状況だったら、おお、うまい。おお、動画がバグったけどめちゃめちゃいい M、 これよく倒したな。めちゃめちゃ P90 の M いいね。ここで横張り替えるんじゃなくてしっかり上に逃げて、でここでカウンターしてから閉じる。でもう一回撃とうとしたけど、まあリローダーはこれしょうがないけど、しっかり P90 の M いいからこれは言うことないかな、この対面は。でグライダーでジャンパで突る。おお、回復の時にしっかり2ボックス作るのいいね。回復の時は絶対2ボックス作った方がいいね。ちゃんと2ボックス作って、しかもレンガに変えてんのが偉いね。ちゃんとハードマッチに変えて敵がね攻めづらくするっていう。でしっかり周りカバーして、これもそうだね、しっかり自分の下に屋根を置くこと。下にこうまあバーって建築物がこうあったとして、こう降りるときかな、降りるときは絶対こう屋根を敷くイメージ。絶対こう敵の横にこう降りるときは絶対こう屋根をなんか3枚ぐらい敷き詰めてこうやるイメージの方がいいかな。降りて床じゃなくて降りるときは屋根を置くっていうことを意識した方がいいかなと思います。俺はずっとこれやってるんですけど、結構階段置けないからそれ強いわって言われたこと結構あるんで、これは床じゃなくて屋根置いた方がまあ自分が攻めやすくもなるし敵も攻めづらくなると思うんで、これ意識するだけで多分だいぶ違うと思うんでしてみてください。おお、 SMG のお家もいいね。
ちょっと漁夫が来るか駒見るか。ちょっと119うまい。横からピースコントロールしていって、いやちょっと怖いね。敵が村ポンで 150HP。 うわあ、あぶねえ。メンタル勝負だったね今。俺がちょっと今なんかすんげえ踏ん張り始めたんだけど、ここの辺でこのクリスタルの敵をピナイティ100カットするんですよね。でこの100カットした後、ほら100カットした後にこれどんどんいっちゃうんですけど、これめちゃめちゃ俺はいいと思いますね。なぜかというと敵がローな時ってあんまりカウンターをしてこないですよね。上手い敵だったらカウンターしてくるんですけど、体力減った敵はもうこんな感じで、もう正直敵と、まあ、ある程度敵とにゴリゴリいっちゃっていいですよ。ワンボックス HP 有利取れてるんで、ゴリゴリワンボックスいっちゃっていいと思いますね。ね、ここだね。ここもしっかり屋根を置きましょう。自分の下に、自分の床の方に屋根を置いて、まあこのライトハンドピークの張り替え押しとくとめちゃめちゃいいですね。ここでエイム勝負だったんだけど、これはね一回ね逃げてもよかったと思うんだよね。ここで漁夫来て、これねこれ全部敵の階段なんだよね。しかもこれ分かると思うんだけど、これ直前見たら分かるんだけど、この壁も空いてるし、ここもまだ空いてるから、敵からしたらどっちの階段も編集できるんだよね。敵の好きなタイミングで編集して撃つことができる。敵のエイムが良かったらこれ死んでるんで、圧倒的不利だなって感じた時はしっかり、この場合だったら床からかな、床から下行って逃げるっていう方が良かったかな。こんな感じで敵のタイミングで攻めてこられてちょっと危なかったから、そうだね。うまい、それは。それはうまいわ。今のはうまい。マジでうまい。あのね、これみんな真似した方がいいんだけど、ここの場面見てほしいんだけど、これ敵一回編集して閉じるじゃん。これってね、一発なんだよね。一回編集してもう一回戻したら、もう、つらしワンパン圏内の HP なんだよね。これ建築。だから、これを、普通だったらライトハンドピークでこっちの右の壁を張り替えに行くと思うんだけど、こういう場合は左壁を一気に張り替えに行くと、こんな感じで敵から不意打ちをついて一発で張り替えることができるから、敵が編集して戻した壁は一瞬で殴りに行って張り替えに行ったら張り替えれることが多いから、これはやってみてほしい。普通にこれ俺めちゃめちゃやってるんだけど、これマジで強い。でこれ115カット入れれてるからマジで強いですね。このタイムは特に言うことないかな。普通にめちゃめちゃうまかった。これはピースコントロール、おお行くね。うまいね。これは、まあまあまあ、いいかな。これはうまい。もう言うことがなくなってきたけど、だんだん。うまい。左壁だっけ？だから、そこピースコントロールすれば、いいね。うまいわ。俺が思ったことをやってるっていうね、もう。もう言うことがない。さあ、ラスト 1v1。俺だったら壁の上に乗ってショットガン撃つ。いやー、敵気づいたな。さあ目の前敵55100、おーで勝つと。これいやーでもうめえな。そんな言うことない。そんな言うことないぞ。まあ、ここでこれがねちょっと怖かったね。これって何が怖いかっていうと、敵からしたら丸見えなんだよね。これ敵が上手かったらこれワンチャン撃たれてるから、これが何が良かったってかっていうと、この壁の際で撃つこと、この壁ギリギリスレスレでジャンプして撃つっていうのが一番いい。そしたら敵からしたら見づらいから、見づらいっていうか見えないから、この壁に寄り添いながら撃つとなお良きですね。これ50カット、これ100カットして
で、これね、もうこの人上手いから言うけど、これ横飛びしながら上に壁を置いてピースコントロールすると、多分これもし仮に敵が上に逃げた時にちゃんとピースコントロールして倒せると思う。横飛びして壁、これこの人からしたら階段こっち側へ自分側に置いてるから、俺側に階段置いてるからこっち側に多分走ってくると思うんだよね。だからそこに壁を置いて、そうだね、ピースコントロールすると多分一瞬でやりきれると思うけど、もうワンテンポの話だね。まあ、あとはこれ、まあ強いて言うならここは行かない方が良かったかな。なんでかっていうと、55カットシールド割れてない状態で敵がレバー持ってるで、ここでまあ幸い、まあ、92カットぐらいされてるから、これ敵がもしエイムが良かったらワンチャン打ち負けてる可能性もなきにしもあらずって感じだから、まあリスクを減らすんだったらここで一回打った後に壁閉じて被弾を抑えてからもう一回行くべきだったかなと俺は思いますね。はい、そうだね。もう今日はそんな言うことなかったと思うけど、まあそうだね、やっぱ強いて言うならっていうか、まあ一つ意識してほしいのは、敵の櫓にこうや行くときにしっかり屋根を置くこと、こうしっかり屋根を置くことで敵からしたらこの階段が置けない、こっち側に階段がこう置けないから攻めづらいっていうのがねあるんで、しっかり屋根を置くこと、自分の移動したい面積に場所に、屋根を置くことを意識すると、もっとね、リスクなく敵を倒せるようになると思うんで、これですかね。これを意識して今日はね、帰ってくださいというか今後はやってみてくださいってな感じで、少しでもねためになったと思ったら、よかったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。